ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤは3つの手話でできています。ハレルヤは3つの手話でできています。もう一度、ハレルヤ。ハレルヤ。あ、声を出さないで、手だけ。口だけ。口がよかったね。あ、じゃ音声がいいみたい。まず紹介したいと思います。今日の朝、一つ皆さんと一緒に賛美をしたいと、捧げたいと思います。賛美のことは、主は作られた、今日は主が作られましたっていう賛美ですね。一つと二つはイギリス英語ですね。英語の歌と広島弁の賛美広島弁ですね。3番目は賛美を3つしたいと思います。よろしくお願いします。この日は、この日は主が作られた、主が作られた、我らは喜ぼう、この日をば、この日をば、この日が主が作られた、我らはこの日を喜ぼう、この日は、この日は主が作られた。 This is the day, this is the day as the Lord has made, as the Lord has made. We rejoice, we rejoice, have we gratitude, have we gratitude. This is the day as the Lord has made.This is the day, this is the day, as the Lord has made. This is the day, this is the day, as the Lord has made.主が作られた、我らは、よ、あ、広、よこと広島、広島の教会へ。この日は主が作られた、我らはこの日を喜ぼう。この日は、この日は主が作られた。素晴らしいと思います。自己紹介をしたいと思います。手話で名前があります。氷、指文字ですね。氷宮さん、宮と言いますけれども、徳島の教会では氷、大変徳島では氷っていう姓が多いんです。だから見た時には氷、これは珍しいっていう、珍しいっていうことで言われているそうです。教会では私は両親もおります。クリスチャンです。私の両親も教会におります。クリスチャンです。おじいさん、おばあさんもいらっしゃいます。親戚、いとこもおられます。家族みんながいつも下の名前で呼ばれます。ミヤもあります。ミヤ、ミヤ、これはミヤと言います。氷っていう名前が多いそうです、徳島には。3つ、メガネ、年が3歳の時からメガネをかけていますので、ずっと手話で、ニヤ、ニヤ
と言われているそうです。このメガネが印ですよね。呼んでください。これでミヤさんということですね。そのようにして私を呼んでくださいということです、うん、私の生まれも育ちも徳島です。お父さんお母さん両親もクリスチャンです。ロア社ですから、両親もロア社です。小さい時から、うん、教会に通っておりました。先日も紹介しましたけれども、徳島の教会では70%が、はい、ロア社です。あ、うん、小学校までは小学校にいましたけれども、高校の時は県庁舎、普通の高校に通っておりました。県庁舎高校の時、証が後でメッセージの中でお話したいと思います。仕事でカナダへ行きました。だから外国は少し長くおりました。長期におりましたということです。去年の4月に日本に帰りました。徳島の教会に副牧師としてなっておりました。けれども今日明日明後日は火曜日ですね、火曜日には引っ越しで兵庫県にありますところの、これは田島手話ではこうです。田島に行くように辞令が出まして、はい、今日牧師として行くことになりました。短い自己紹介ですけれども、メッセージの中で少しずつお明かしをしたいと思います。今からメッセージを始めたいと思います。はじめにお祈りをしたいと思います。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日は本当に一人一人清められました。お一人お一人神様の恵みの上に本当にご配慮くださいました。今日は種まきというお話ですけれども、神様の御言葉に聞くことが一人一人心を開いて御言葉を受け入れ理解できますように、聖霊様の助けによってお願いします。素晴らしいこの教会、すべて神様にお委ねします。尊きイエス様の皆によって祈ります。アメン。今日の御言葉は4つの種まきの例えです。マタイの13章の3節から23節です、うん、長いのでまとめて説明したいとお話をしたいと思います。ある日男の男性の方ですね、畑においてこの世は神様の畑とされています。その種まきを神様の御言葉ですね、四つの種まきということで例えてイエス様がお話されました。種をまきましたら
その種は道端に落ちた。道端は人がたくさん通りますから硬いですね。二つ目はまた飛んで岩地に落ちました。硬いです。非常に硬い地面に種が落ちましたけれども、三つ目は茨の中に落ちました。茨はこの世の本当に属するいろいろなこの世界の意味でもありますね。良い地に四つ目は落ちました。イエス様は弟子たちにお話をされました。御言葉において種はどこへということですけれども、一つ二つ三つ四つのその種はいろいろなところに、人の心の中という意味でもありますけれども落ちました。それはどういう意味ですか。種を道端にパッと落ちた場合はどうなったでしょう。鳥が来て食べてしまったっていう、先ほど寸劇がありましたね。本当に素晴らしい。食べて飲んでしまっちゃった。二つ目はどうしましたけれども、根がないために硬いために根が張ることができない。枯れてしまう。どんなに踏ん張っても根を張らすことができなくて枯れて倒れてしまいました。根がないためです。根付かないのですね。三つ目の種はふらっと落ちました。飛んできました。茨が伸びて塞いでしまった。この世のあらゆる誘惑とそうした見せられるその状況の中を茨に例えてイエス様はおっしゃったんだと思いますけれども、塞いでしまいました。伸びることができました。4番目、もうやった伸び伸びする。柔らかい土に落ちたのですね。本当に身がいっぱい見たのに、なぜイエス様はそのような例えでお話しされるんですか。弟子たちはよくわからなかったんですね。けれどもイエス様のお話が、神様黙って正しい神の奥義を知ってます。みんなだから種は持っているものはさらに与えられて豊かになる。持たないものは持っているものまで取り上げられてしまうからです、豊かになる。持ってない取られてしまう。そういうことがあります。イエス様の例えは今神様の御言葉を聞いて聞くことにおいてその言葉を持っているか、大切なことです。その御言葉は大切。御言葉を持ってしっかりと心に受け入れて、そしてその証をしたいと思います。私は夢がありました。人々も行うことを好きとは思いませんでした。違う、私は違うと思っていました。その時から私はモノマネをしましたいろいろと人のモノマネをできますけれども、それはあとこれから昼からのメッセージに加えました。
たいと思います。言いましたんで帰っちゃうみんな。でも、うん、この舞台の上に立って立ちたいと思いました。まあ吉本興業その皆さんももう吉本興業だけでも本当にああ笑いました。みんなわあ、あんたもうこの本当に吉本興業に間違って吉本興業の将来ああテレビに出ておしゃべりのああ何ですかこうしゃべる、あそれまでね、そういうこの世にあったことを言われたのですね。だから劇は全部モノマネができたのでできました。うん、高校の時先生もお父さんお母さんもあんた夢ばっかりあんたはおって今本当にこの現状見てますか、分かってる、真面目でなると思いました。うん、真面目に考えておりました。真面目に考えておりました。ああそう、薬剤師、薬剤師になりたいっていうことを考えてその目的を持ちました。一生懸命勉強しました。一生懸命努力しました。高校2年の時国家試験をお兄さんが肩を叩いて何ちょっと薬剤師っていうのはねロアじゃ無理ってできません。えどうして国の決まりでそれは欠陥としてもう認められていないっていうロア者障害者はそういった薬剤師とかそうした資格はない、まず国家試験を受けるっていうことができない。今はやっと認められましたけども以前はありませんでした。その通り、何それ今まで一生懸命にも勉強してはい、泡の水、水の泡反対水の泡になっちゃった。もう泡やら水やら本当に、はあ、私はもう本当大丈夫大丈夫、考えてダメか、そうか、いろいろと調べました。ああ歯科技講師、これはろう者でも認められてると認められた、ああ歯科技講師か、けれども仕事をする将来において、自分の希望は大きいんですね。外国に目指してらしたんですね。外国に行きたいけれども薬剤師はダメ、平凡なんだ、普通の人、けれどもね、けれども、けれども止めた、もうやめて、もう新たに神様は、私は夢は全部神様は知ってます、御心もすべてお見通し、初めての仕事はカナダに決めました。もう自由が得られました。もう本当に三つ葉に本当に運んでいかれるように素晴らしい経験をしました。教会で素晴らしい劇をしました。その時になって私は初めて今まで神様からいただいたこれまで素晴らしい賜物を本当に気づきました、見つけました。今まで神様からいただいた恵みをいっぱいもう心にあふれんばかり、もう懐なんかどうでしょう、もうなんかもう取られない、もう満腹いっぱいいっぱいあふれんばかりに抱え、喜びに変わりましたんです。変わりました、嬉しかったっていうこと、劇の意味も主の愛、歌うこと、
喜びを持って歌うこと。私はお父さんは若い時伝道第一メッセージと本当にスムーズに上手にイエス様の御言葉を聞いて聞いて聞いて、いつもお父さんから、私は劇ができるけれども、皆さんはやってると、劇をやってると分かる分かる、ああなるほど、ああ御言葉もできる、伝えることができる、劇を見ることにおいて御言葉がもっともっと伝道ができると思いました。神様は持っているものはさらに与えてくださる。さらにさらに求めるならば、神様はもう求めたことに与えて、もうどうでしょう、ご覧になったら分かりますけど、本当に持ってないものは、もう下向いて、目が下向いて、アウトですよね。もう本当に悲しいっていうことにもあるんでしょうね。彼は見てはいるけど、いるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。みんなの人々は幸せに自分のためにお金を使う、ただ自分のため、自分のためだから、イエス様の言葉を聞いても見て盲人と同じ、見えない、聞いても聞き流して聞いてない、まただから主が来られても内側に入ることができない。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。あなた方の耳は聞いているから開かれて見えている、聞いているから幸いです。心の内にいっぱい御言葉が蓄えられていくのですね。イエス様はそのように例え話をされました。種は種だけ、種をまく、御言葉をまくということですね。伝えるということですね。まくということは御言葉を知るだけでなく、御言葉を伝えるということを、まくという言葉に例えてイエス様はお話しされています。豊かにイエス様の血潮によって豊かに御霊となります。悪い血であったならば、清められたイエス様の血潮を受け入れたもの、受け入れてないもの、ある人のお話です。ある男の人がパーンと跳ねられたんかな、でこれは何ですよね、死にました、死にました。周りを見ると真っ白、真っ白、周りは真っ白で、天国、僕死んだの、向こうには、ペテロが近づいてきて、ペテロ、ひざまずいて近づいてきましたけど、天国にどうぞ、今からお話します。わあ、金色の道ですか、その遠くに見える立派な建物が、
어? それは耳耳の山あ山が恐る恐るこれは耳の山え何ですかこれはうん実はみんなイエス様のことのお話のことで聞く聞いてけれど耳だけ心は主がない耳だけの山耳だけを置いてあるはあ、深刻ですね。まあもう本当にこれ悩む時の手話ですけれど、これは違う。みんな見てる、聞いてる、受け入れる心が神様の御言葉を受け入れて、受け入れることが大切です。西綿の落ちましたその種それはこの世は本当に神様の畑ですね御言葉に西綿に落ちた御言葉を聞くとすぐ悪いものが来てその心に巻かれたものを奪っていく上手もう本当もの奪っていくすごく取られていくああ耳だけ二つ目は岩地に落ちた御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるけれども目がないために困難や迫害が起こるとすぐつまずいてしまうもう目がないので心には空っぽ何もない御言葉も何もない全く根っこがないから本当にそのつまずいてしまう本当につまずいて神様から離れていくさあ茨に落ちた御言葉を聞く聞きますけれどもこの世の心遣い富はもうお金のこともうねもうその言葉誘惑にが塞ぐためにもう身を結ばないただ彷徨い歩いてる迷い子のようですね本当に途中で倒れてしまうここまで来たけど教会にここまで見つけだけどここからはもう教会から離れていくって御言葉は神様から離れていく良い地の例え良い地に落ちた御霊は御言葉を聞いて受け入れますそしたら30倍60倍100倍にも実を結び喜びに変わります喜びが満たされて祝福に満たされてもう本当にもうどうしようもないはあもう本当言葉に尽くせない喜びになりますはあこれです皆さんも素晴らしい御霊の実に結ばれて本当に神様からいただいたその御言葉に根ざして成長していただきたいと思います私たちは弱い人ですけれども人間は弱いんですけれどもイエス様の例えを通して人々に弱いんですけれどもこの弱い人々は人間は弱いんですけれども神と共につながっていますから結ばれていますから固く信仰に立って豊かな身を喜び平安たくさんの神様からいただく御霊の実をいただいて本当に皆さん例えばリンゴ
食べたい。一生懸命走って、お店に行って、はい、リンゴを取って、あれでカプリ。上手ね。はい。あ、リンゴの種があった。あ、で、ここ見て、あ、もっと食べた。もう少なくなって。もうなく。高い。リンゴは高い。7って支援されましたけども、もっとリンゴの木、50、70、食べることができる。もっと豊かにいただくことができる。耕す、種を植えて、水をやって、ああ、成長して、ああ、成長した。すぐ、伸びますか？すぐ伸びますか？どうですか？種を植えても待っても寝ても起きても時間を待っても、もう早く大きくなって早く もう時段を踏んで成長を待って待って早く早くもう成長してよ早くすぐ早く実は食べたい我慢して我慢が必要です。忍耐が必要です。だから道は絶対にはで、成長できませんけれども大切に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 した場合は成長できて豊かに実りとなります。立派な御霊の実となります。素晴らしい御霊、実がなった。嬉しい喜びがあります。いらっしゃいいらっしゃい。私一人だけは食べない。皆さんにも分けて差し上げます。はい、どうぞ分けてあげます。あげたいと思います。御霊の実は一個だけではないです。20倍、30倍、60倍、100倍と大きい実を結ぶことができます。素晴らしい立派なビタメとなりますように信仰を持ってください。モーセが言いました。モーセはイスラエルの人々にとらわれの身となっておりましたけれどもエジプトから脱出するその導くために神様から命じられて召されてモーセは「やった!」っていうその喜びの中にも苦しみがたくさんありました。実はエジプトから導かれた人々は昔はありません。かってはありました。だし今は行くことができます。モーセに導かれた長い間40年間っていう長い間モーセは本当にたくさん何回も迫害にイスラエル人々に避難も受けました。つまずきもありましたけれどもモーセは最後の最後までいつも神様の前に立ってだからモーセは最後の最後まで山の頂に立って頂上から眺めました。神の契約の地をもらうことができました。10回をもらうことができましたですね。やっと神の御前に契約の神であるその地に行けると思った途端に神様からストップがかかりました。あなたは約束の地に行くことはできませんと言われました。モーセは大きな悲しみだったと思いますけれども神様の命ですから
がっかりすることなく逆にモーセは本当に微笑みながら、もう神様ですから未来を見ました。だからモーセは平安な思いができました。約束の地は自分一人はいけないけれども、皆さんを人々を導いて、ヨシュアによって先頭に立って導かれていきますね、はい、モーセは道は開かれていること、未来のを 見ることができました。未来を見ていました。豊かな身、神様との御言葉によって豊かに御霊の身を将来未来が見えていました。主の備えられた道が信じておりました。あ、今なってる、あ、おいしいよと言って御霊の実をたくさんなってる木は御霊の実がない、実がなっていない、どっちがいいと思いますか。実がなってないたくさんある木とない木、どっち、どちらを選びます。食べることができる、おいしいよ。普通は皆さんはたくさんなっている実の方へ行くと思います。私たちも同じ豊かな御霊の実を結ぶことができる御言葉を深く心の中に根を張って豊かに輝く御言葉によって信仰を持って、誰に非難されても心の御言葉がある、持っています。だからさらに豊かに御霊の実を結ぶことができます。だから あれ囚われることがないように、苦しみと輝いている、おいしそう、輝いてる、あ、言ってねえ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 言われます。どうして輝いているのって言われます。御霊の実は目の前に豊かにあります。御霊の実がなかったら本当に悲しいと思います。幸せということのその意味はね、伝える、劇を通して伝える結果において、本当にあなた何何と言われた時は御言葉を述べ伝えること、あ、劇を見て分かった分かった大丈夫できます、神様だからできるんで、全てにおいて神様は全能なる神であられますから、私たちも御霊の実をことは何ですか、御霊の実を見て御言葉を心にいただいて持つこと、さらにさらに求めることにおいて与えてくださいます。ちょっとちょっと隠すことなく豊かにある御霊の実をこうして用いていきましょう、伝えていきましょう。終わります。ありがとうございました。素直な心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人になりましょう。ありがとうございました。